よし。キリト君。リーファ。まったくもう、先にログインしちゃうなんてどれだけ待ちきれないのよ。すまん。しょうがないんだから。でもついにこの時が来たんだね。あれが新しく実装されたエリア、光と闇の神々が住まう伝説の浮島大陸、スバルト・アルブヘイムか。うん、そうだよキリト君。で、今はお兄ちゃんでいいか。新エリアの実装を楽しみにしてたもんね。ああ、ALO、アルブヘイムオンラインを遊ぶようになって数ヶ月。この大型バージョンアップを、俺を含めた数多くのプレイヤーたちは本当に心待ちにしていたんだ。早く遊びたくてうずうずしてるって顔だね。いつまでもこんな遠くから見てないで、早くあそこまで飛んでいこうよ。ああ、行こうリーファ。着いたな。ここがスバルト・アルブヘイム。そうだね。わあ、ようやく出てこられましたよパパ。今日はお二人だけなんですか？ううん、後で落ち合うことになってるんだ。そうなんですね。ユイ、ここは新エリアの？はい、ここはまだ新エリアの入り口、浮島大陸の最初の島、浮島草原ボークリンデです。ここから一つずつ島を攻略していき、移動範囲を拡大していく、つまり次の島に行けるようになるという仕組みです。なるほどな。ありがとうユイ。さてお兄ちゃん、ここで新しい ALO のプレイ方法をおさらいしておかない？大丈夫。それより早く新エリアの攻略を進めたいな。分かった、攻略を頑張ろうね。ああ、早く。お兄ちゃん、そろそろ町に行こうよ。ああ、そうだな。天井門はどこだろう？パパ、こういう時はマーカーを使うんです。マーカー？そんなものあったっけ？スバルト・アールブヘイムが実装された時に配られたマニュアルに記載されてましたよ。ユイ、ちょっと説明してもらえるか？わかりました。なるほど、このマーカーが指している方向に行けば天井門にたどり着けるってわけだね。ああ、そうだな。活用できれば攻略に役立ちそうだ。天井門にたどり着いたぞ。では天井門について説明します。
これがスバルト・アルブヘイムの街か。やっぱり初めての街に降り立つとワクワクするよね。宿屋や商店などの基本的な施設はもちろん、酒場や闘技場などもあるようですね。そうなんだ。後で回ってみるか。パパ、少しいいですか。システムが一部アップデートされています。既存の ALO の街中と違い、この新エリアの街の中では飛行できません。そうか、新エリアの街はそもそも ALO 本土とシステムの仕組みが違うみたいだな。はい。ですが今回のバージョンアップではシステムのアップデートはもちろん、新しいダンジョンやクエストも多数追加されています。それだけ遊び応えがある、攻略しがいがあるってことだな。アスナたちが到着したな。やっぱりあんたたち待ち合わせ時間より先に来てる。仕方ないですよ、リズさん。キリトさんが待ちきれるわけないじゃないですか。ほんと、あんたって欲望に忠実というか、団体行動を乱すわよね。まあ、それがあんたらしいっちゃあんたらしいけど。ここ数日キリト君ずっとソワソワしてたもんね。ヤッホー、キリト、相変わらず元気そうだね。キリト、相変わらず早いね。私たちを置いていかないでよ。すまんすまん。おいおい、さっきから俺たちのこと忘れてないか。クライン、エギルも来てくれたんだな。ネットでも話題になってた前代未聞の大型バージョンアップだぞ。ゲーマーなら公開直後のログインは基本だろ。しかし俺たちも水凶なもんだよな。あれだけの目に遭っておきながらこうしてまたこの世界に来ちまってる。そうだね、アインクラッドで2年以上も戦い続けてきて、またみんなでこうして集まれるだなんて、なんだか不思議な気分。ああ、俺たちはあの場所でいろいろなことを経験し、さまざまなことを教わった。あの時生まれた絆があるからこそ、またみんな一緒にここに立っていられるんだと思う。どうしたよ、キリト、なんだか黄昏てるじゃねえか。暗い、茶化すなよ。さあ、そろそろ行こう。もうたくさんのプレイヤーたちがこの新エリアに挑戦してるはずだ。腕が鳴るわね。どんな新しいお宝が眠ってるのかな、楽しみだよ。さあ、新しい素材を見つけるわよ。俺も新商品をどんどん仕入れるぜ。ディナ、頑張ろうね。おうよ、俺もかっこいいとこ見せてやるぜ。データの分析は任せてください。私も頑張っちゃうよ。おお、みんな気合い入ってる。あ、行こう、キリト君。ああ、スバルト・アルブヘイム、攻略開始。ずっと鳴り止まないのは光り輝きの音、遠くの空。静けさ声が宙を舞った、空には青い彗星落ちた。導かれた月の裏側、優秀が広がる。境界線越えるように、現実遠のいてゆく。今日を忘れ、明日を忘れて身を寄せた泣き
俺の名前は霧ヶ谷和人。でも俺にはもう一つの名前がある。本名と同じくらい今となっては価値を持つ名前、キリト。こう呼ばれることがとても自然になった。2022年、 VRMMO と呼ばれるジャンルを確立し、ベータテストから世間の話題をさらった。それはこう呼ばれた、ソードアートオンライン。それは五感を全てシミュレートし、脳に直接インプットするバーチャル世界。しかし開発統括の茅場明彦は、1万人という膨大なプレイヤーをゲームからログアウトできないようにした。ただの疑似世界の遊びではなく、ゲームオーバーイコール現実の死という絶対的なルールのもとで、プレイヤーたちのログアウトの条件はゲームをクリアすること。そして2年後、ようやくゲームはクリアされ、デスゲームは終焉を迎えたが、その間4000人が死んだ。その犠牲はあまりにも大きく、ログアウトできたプレイヤーは2年前とは比べようもないほど衰弱していた。俺たち SAO のプレイヤーだったものは施設に入院させられ、数ヶ月のリハビリ後、新エリアに上陸したわけだけど、さてこれからどうしようか。まずは小手調べとして定番のクエストがいいんじゃないですかね。いろんなのがあるみたいですけど、何かいいクエストはありますかね。それならもってこいのやつがあるわよ。手軽にできそうだから初クエストにはちょうどいいんじゃないかな。キリト、その小手調べクエストはどこに行けば受けられるんだ。フィールドに出て天井門から北東にあるダンジョンと、もう一つあるみたいだ。それほど強い敵もいないだろうし、様子見としては良さそうね。素材になるアイテムがあるらしいから、装備強化に使えるし、食材になる敵もいるらしいわ。装備が鍛えられる素材は魅力的ですね。私も欲しい食材があるの。楽しみだな。それじゃあ決まりだな。二手に分かれて早速そのクエストをやってみるか。さてこっちのパーティーの目的地は天井門から北東にあるダンジョン。メンバーは俺とアスナ、リーファー、シノンか。今回はこのメンバーでパーティーを組むんですね。パーティー編成は宿やグリーンカムビ、金環のオンドリ亭でできますよ。早速行ってみましょう。ここでパーティー編成ができるんだな。はい、編成できるのは1名から3名までです。編成に入れたメンバー以外はどうなるんだ。バトルには参加できませんが、一緒に冒険できますよ。バトルに参加するメンバーを変更したいときは、毎回この宿屋で行うシステムになっています。今回パパが編成できるのはパパとママ、リーファさんとシノンさんです。早速やってみてください。これでいいか。バッチリです。準備ができたら天井門から出発しましょう。ああ、行こうか。
休憩できるだけじゃなく、クエストを受注することもできます。ここは工房です。武器の作成やアイテムの買い取りを行っています。でも今は調整中で入れないみたいです。この先は居住区です。特に用事はありませんね。ここはグリトニルの塔です。普段はギルドマスターや各種族の領主の会合などで使われています。冒険に出かけますか？腕が鳴るな。また冒険できるの楽しみ。敵が強くても私が守ってあげるよ。遠距離攻撃は任せて。さて、俺たちの目的地はここから北東にあるダンジョンだな。早速マーカーを頼りに進んでみよう。アスナ、エール王は楽しい？うん、キリト君とまた一緒に冒険できるし楽しいよ。それに妖精になれるなんて本当に素敵。女の子は妖精とかファンタジーのものが本当に好きだよ。ファンタジーっていうのもあるけど、魔法が使えて空が飛べるのもいいよね。ゲームじゃないとできないことだし。それは俺も同じだな。でも実は最初、男が妖精のアバターになるのってどうなるか少し心配だったんだよな。そうだよね。妖精ってキラキラしたイメージだよね。この扉は魔法で封印されてるみたいだね。ということは物理攻撃じゃ破壊できないの？そうみたいね。これじゃあ先に進めないわ。となるとおそらくこの扉の封印を解除する仕掛けがあると思うんだけど、ここに不自然に穴が開いてるぞ。石板か何かを収めるのかしら。他にも何かあるかもしれないな。この辺りを散策してみよう。分かった。みんなちょっとこれを見てくれ。何か書いてあるよ。通るの高地？あ、さっき移動してる時にこの先に農場みたいな場所があるのが見えたわ。きっとその農場のことを言ってるんですよ。扉を開けるヒントがあるかもしれないわね。ああ、それじゃあ通るの高地に行ってみようぜ。オッケー。うわっ！
倒したな。やったね。数の割には大したことなかったね。一体一体が強かったらヤバかったかもしれないけど、この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。エールを面白いじゃない。ああ、今回は雑魚敵だったけど、これからどんどん強敵が出現するんだろうな。二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ、純粋にゲームを楽しめる空間なんだからさ。さすが生粋のゲーマーは違うね。しかもキリト君ってば相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。ああ、そうだったな。そう、俺は SAO から生還し、退院してすぐに ALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃。お兄ちゃん、ちょっといい？妹のスグハ。ゲーム内ではリーファと呼ばれており、 SAO を生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。ああ、アルブヘイムオンラインだな。空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そう。そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人、結城アスナ。彼女とは SAO の中で出会った。さまざまな出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、俺たちは深い絆でつながれた。辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で確かに得たものがある。そう感じていた。で、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは実は天才科学者だった。それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースで流れるような大衆に向けて用意されたものだった。歌姫セブンは12歳ながら、その天才的な頭脳で様々な学位を飛び級で取得し、アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名、七色アルシャービン、女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだろ。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて。よく知ってるね。ああ、俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して VR 技術の研究をしたいと思ってた。だからこの幼い研究者のことは。それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。 SAO で戦ってきた私たちとしては、そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだよ。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って。12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。この記事、歌姫の七色に透き通るようになった声が世界を照らし、 ALO ってプレイヤーキルがあり、あ、というか種族同士の競い合いが前提なのに、攻略のある意味足かせにならないか。やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。 VRMMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧いてきたな。こっちは準備完了だよ。